13億の夢という存在しない映画のネタバレ解説を適当に言ってみてください。13億で行くとインドか中国かなんですけど、時代によると多分中国の方が作りやすくて、多分20年前の中国の話で、で中国ってあの子供一人っ子政策というのをやっていて、でその中国の場合って家督を継ぐというのは長男がやるべきことなので、なので子供が生まれて女の子だった場合にどうするか問題っていうのがあったんですよ。要はその家督を継がせるのは息子であるべきである、で一人しか子供を産んではいけませんという状態で、女の子が生まれた場合にその子供をいなかったことにして男の子を産むまでまた子供を作るというのをやるんですけど、そうするといなかったことにされた女の子というのが中国で大量に出てくるんですよ。なんで別に家の中で飯食わせるぐらいだったら、別に女の子が長女として女の子がいても別に生活できるんですけど、ただ学校に行けるのは、長男、要は、次男ね。長女、次男、二人子供がいますと。で、学校に行って外に出れるのは長男。で、うちの子供は一人だから男の子なんだよって言ってて、女の子というのは家にずっと居続けて、で、そこで社会というのも知ることもないし、外に出て遊びとかをすると、あの家なんか女の子いるよねって分かってしまうので、一人っ子政策で罰金を受けないために、その女の子というのがずっと家にいますと。で、男の子と女の子の生まれる確率は基本5割ですと。まあ、正確に言うと女の子がちょっと生まれやすいんだけど、まあ、置いといて。なので、その13億人を維持する、その人口を維持するためには、もちろん13億人の子供が必要です。で、13億人の男性を産んだ場合に、戸籍上登録されていない13億人の女の子というのを各家庭で維持し続けるんですよ。で、20年経った時にふと気づくんですよ。あれ？一人っ子政策でみんな男性ですよね。それどうやって結婚するんですか？もうみんな、うち長男が生まれたんですって言うんで、子供一人息子なんです、息子なんですって言うんで、13億人みんな息子ですって言ってるところで、女の子いなかったら結婚相手いないじゃんっていうことに気づく。20年後にね。で、20年後に気づくんだけど、20年後に家の中に20歳の外に出たことがない女の子たちというのが家にいっぱいいるというところで、この子たちというのを世に出してしまったら、今まで女の子がいたのを嘘ついてたよねというので、親が逮捕されてしまう。で、逮捕されたくはない。でも、この国を維持するためには、その女の子を社会に出すことで、結婚という制度をしなければいけない。っていう葛藤の物語っていう映画でいかがでしょうか。まとめ。13億の嫁、スパチャでこんな無茶ぶりは初めて見ました。そしてありもしない映画をアドリブで作り解説をするひろゆき氏に感動してしまいました。外に出れない、勉強もできない女の子、隠れて暮らすといった普通映画で、私は見たいと思ってしまいました。ラストシーンでは13億人の男子と13億人の女子が巡り合い結婚する、壮大な規模の対策になること間違いないです。涙なくして見てられないため、ハンカチをご用意してご視聴くださいませ。最後までご視聴ありがとうございました。これからも投稿をしていきますので、チャンネル登録、コメントなど何卒よろしくお願いいたします。